はい、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。というわけで、僕の部屋の中で長いこと積まれていたこの人たち、何月ぐらいかも忘れちゃったけど、プレ版のなんか再販みたいなものがあって、今年買ったもんだから、まあできるだけ今年のうちに紹介したいね。というわけで、連続ではないけどやっぱりこっちからかな、レディーファーストってことで。そんなわけで今回は映画アベンジャーズインフィニティウォーより SH フィギュア2ネビュラの紹介です。箱の正面にも書いてある通り、デザインがなかなかファンキー、見た目はなかなかファンキーだけど可愛いところもあるんですよ。大肌スキンヘッドのサイボーグっ子、さらに元は敵だし妹属性も入ってるという、まあなんとも属性てんこ盛り。これの次のエンドゲームの方でもトニーとなんかよくわからない遊びをしていて、トニーに楽しかったかって聞かれたら結構素直に楽しかったっていう、なんか可愛い一面もありますから。で、箱の横結構小さめでタッチポーズで、箱の裏いろんなポーズも取れるし、武器もちゃんと付属しています。さあ、というわけでこちら中身の方を見ていきましょう。ネビュラずーっ、中身は結構シンプル、一段構造と説明書よいしょ。ほんじゃ結構シンプルだけど、こちら付属品から見ていきましょう。まずは武器が2種類、正式名称はわかんないけど、説明書の方にはバトンとブラスターって書いてあります。近距離攻撃用と遠距離攻撃用。バトンの方は一面シルバーになっていて、グリップのところがちょっとなんかメカメカしくなっていますね。劇中でどうだったかな、このバトンはなんか2本持っていたような気がするけど、どうだったかな、ちょっと調べてみよう。あー、調べてみた感じで、ホットトイズだったりネンドロイドの方ではこのバトン2本持ってますね。2本使ってるし、電撃のエフェクトもついてるから、棒の部分に電流を流せるタイプのバトンだろうね。そしてこれがブラスター、なかなかのシンプルデザイン、上の部分がシルバーで下がブラック、グリップのところがすごい握りやすそう、デザイン的にもだいぶシャープで宇宙的な感じがしますね。さっぱりしてるけど僕は結構好きなデザイン。そしてお次は頭部の交換パーツ、こっちは表情というより目線違いですね。目線がわずかに左向きになってるってやつ。ちょっと前のフィギュアツはこういうなんか目線が違うだけっていう顔が多かったらしいですね。もうちょっとなんか口を大きく開けて叫んだ感じとか表情も欲しかったな。そしてあとは手首パーツが2、4、6種類、手首の方は左右で全然デザインが異なっていますね。右手の方は限りなく生身の状態だけど、左手は完全に機械シルバーで、デザインの方もなかなか複雑。入ってるのはパーの手、バトンを握る手、あとはブラスターを持つ用の手。はい、というわけで付属品も以上なんで、こちら本体を見ていきましょう。よし、ほんじゃいきます。ネビュラ、おー、なかなか安定感あるな。ネビュラは割と服のカラーリングの方はそんなになんか派手派手な感じではないね。まあ肌の色が鮮やかなブルーだから、服装とは意外とバランスは取れてんのかもしんない。そんなわけでまずはお顔の方ですけど、結構似てるんじゃないかな。役者さん自体の素顔というか、特殊メイクをしていない状態見てみたけど、特殊メイクの印象が強すぎて役者さんと似てるかどうかあんまり気にする必要もないような気がする。まあなのでネビュラとしての特徴だけど、結構特徴的な黒目がちの目なんかも再現されてるし、顔の中心と左右で微妙に色合いが違うブルーの感じとか、顔についてる機械造形の方もなかなか再現度は高いんじゃないかな。ちゃんとこの辺のメカメカしいところもメタリックな塗装になってる。 あとちゃんとうっすらと眉毛なんかもあるんだ。顔の青い部分は基本的に艶消しになってるんだけど、エラから首にかけての濃いめのブルーのところはちょっと光沢があります。で、頭の形の方もなかなか綺麗なんじゃない。ちゃんと機械造形っぽいものは後頭部の方まで回っています。サノスの養子として迎えられて、あの姉のガモーラとなんか戦わせられて、ガモーラに負けるたびに体の一部を機械にされるっていう、なかなかエグいことすんな。まあ、その影響で体のほとんどが機械になっていて、後頭部の方にもうっすらと分割のラインっぽいものが入っていますね。機械っぽいもの一通り取ったらなんかファンタスティックプラネットのあいつらみたいになりそう。さあ、そんな頭の可動をまず上向くのがグッ、干渉物は少なそうだけど真上を見れるって感じではない。首の方も綺麗に色分けされてるね。で、うつむく可動がグッ、うつむくのは首ごと動いてくれて、まあまあ下まで見れます。で、横向くのはグリッと、襟はちょっと高めだけどバッチリ横は見れる。さあ、そしてボディ部分、色の方は全体的に茶色っぽいようなスーツ、色は地味だけど造形がめっちゃ細かいね。ところどころちゃんと布の質感なんかも違うし、この辺のボタンのところとかも塗装されてる。すごいな、この辺造形も細かいし、なんか塗装も抜かりなしって感じ。果たしてこの服はどうやって着てるんだろうな。着脱がなんかすごいめんどくさそう。手首で見たように腕の方も左右で全然違っていて、右腕は隠れてるけど、まあ多分ほとんど生身なんじゃないかな。その代わり左腕の方は肩から手首にかけても全部機械、二部目のメタリックシルバーになっていて、なかなか頑丈そう。機械は機械なんだけど、全体的になんか滑らかな曲線ですね。さあ、そして腕の可動をまっすぐ上げるとグッ
と、あ、ギリギリだけどほぼぴったり水平まで上がります。これちゃんと肩の付け根のところも別パーツになって動いてくれんだね。でそんな肩の方は前後を前の方に結構引き出せるな。あ、これは可動域なかなか優秀で、さらに上下の可動もあると。肩と二の腕の方はさすがに細腕だからロールはなし。そして肘の可動がぐんぐんと、あー干渉物少ないけど90度ちょっと超えるぐらい。残念ながら限界には到達していないね。90度しか動かないけどちょっとロールっぽいような可動はある。ぐるっと回って背中、だいぶなんか布の方が入り組んでるね。質感の方も部位によって全然違う。メロンっぽかったり畳っぽかったり縦ストライプだったり場所によってほんと全然違う。腰の方も真ん中左右で全然違うね。さあそんななかなかわちゃわちゃとした上半身の可動、可動箇所は胸から上とお腹のあたり。まずのけぞる可動がグッと、おお、胸から上の方がえらいのけぞってくれる。のけぞるし、ちゃんと服の方も自然につながってる。のけぞる可動が謎に優秀。隙間の方も結構目立ちにくいからいいね。じゃあ対してうつむく可動がグッと、逆にうつむく可動は全然動かない。前後で可動に落差がありすぎる。さあそして腰にはベルトを巻いていて、右側にホルスター、ここのホルスターにはもちろんブラスターを、よいしょ、すっぽり綺麗に収まって収納することができます。パーツの差し替えとかじゃなくてちゃんと取り外しができんのはいいね。で腰の方は結構細かく横モールド、この辺も質感がバッチリ分けてあるね。そして何気プリケツで、股関節は引っ張るとグッと、いいね、ちゃんと関節を引き出せるようになっています。関節を引き出した状態で足を上げるとグッと、もともと干渉物も少ないんで水平を超えた可動で、また割りもグッと。もうこれどういう構造、付け根自体はボールジョイントになってるけど間にこういうカバーパーツっぽいものがついてるんだ。なんだか珍しい可動で、ももの付け根の方もロールの可動というか、ここのところも多分付け根部分がボールジョイント接続になっていて、ロールだけじゃなくてここで傾けることもできる。そしてももの方もバッチリ左右で全然違うデザイン。ももは左右で違うけど膝から下はだいたい一緒。膝の方はこういうアーマーなのかな、なんとなく膝が保護されてるような気がする。そんな膝の可動はぐんぐんと、こっちは腕と違って90度超えて限界まで動いてくれます。膝の方はなかなか広いで、膝から下はなんかロングブーツっぽいものを履いていて、ヒールの方が若干高めになっていますね。かかとだけなんか厚底って感じ。そんな足首の可動は上下で、さらにくるぶしの傾き、捻挫レベルまで動いてくれますね。でつま先の方も可動して、足の裏、足の裏には特に滑り止めとかの造形はなし。はい、というわけでネビラの造形と可動こんなところなんで、いろいろポーズをつけて遊んでいきましょう。まずはもう単純にスラッと美しい立ちポーズ。モデルさんのように腰に手を当てて、なおかつ足をぴったり閉じてる。見た目の方も細身だからこういうポーズもなかなか似合うね。あとやっぱり肩関節の可動が優秀なんで、こうあんまり女性では見ないけど男性モデルとかがよくやってるような肩が痛いポーズ、このポーズも結構自然な感じにできますね。あとはチャドウィックさんに捧げるワカンダフォーエバーのポーズ、このポーズも広い肩可動のおかげでなかなか自然。あとは肩を伸ばすようなストレッチのポーズ、ここまで自然に柔軟のポーズができるフィギュアそうそうないと思うよ。こっち側は機械にはなってるんだけど、だいぶしっかり伸ばしています。そしてまあ特に何のひねりもなくファイティングポーズ、サノスさんに鍛え上げられてるから、このポーズも結構様にはなってる。そしてお次はハイキックのポーズ。ネビラはちょっと靴のデザイン的に接地面積が少なめだから、片足だけで自立させるのはなかなか難しそう。安定感はあんまりないけど足もバッチリグワッと上がるし、腰の横についてるホルスターも軟質でできてるっぽいから、うまいこと干渉を避けてくれています。さあお次はちょっと後ろからだけど、そんなホルスターからブラスターを引き抜こうとしてるポーズ、一応目線の方も左向きにはしてあります。こっちも可動のおかげで結構自然な感じにホルスターに手が置けてる。ほんでブラスターを引っこ抜いてちょっと横っ飛びしながらの射撃、ネビラは結構活発というかアクロバティックなポーズが似合いそう。腰を反る可動の方も結構優秀だから背面飛び射撃、いいね、背面飛びの方も非常にお似合いです。ポンポン飛んでる胴のポーズもいいけど、こう膝をついてる正のポーズもいいな。ぐるた、このぐらいの角度が一番いい気がする。肩の可動がやっぱりいいな。さあブラスターは一旦元に戻して、お次はジャキンとバトンを装備。見た目はシンプルだけど持たせるとだいぶ似合ってるね。バトンなんで普通にこうバシッと殴ってもよし、肩が内側に入るから結構振りかぶった感じが出せる。エフェクトはついていないけど、バトンから電流を流して相手を気絶させることもできるはず。そしてやっぱり逆手持ちってかっこいいよねってことで、中二っぽいようなポーズ。そしてせっかくなんで今んところ持ってるガーディアンズメンバー、まだちょっとメンバーと呼ぶには寂しいな。こうやって並べて見てみるとみんな結構茶色系統だな。まあ宇宙の景色が鮮やかだから本人たちはこんぐらいでいいのかも。とりあえず今んところ3人だけだから他のメンバーも欲しいな。
はい、というわけで今回はアベンジャーズインフィニティウォーより SH フィギュアーズネビュラの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。ネビュラはボディラインとかがスッキリしてるから結構可動範囲が広かったね。まあ、何よりやっぱりここの肩の前後の可動、ここら辺の肩の可動はだいぶ感動した。可動範囲が広いんで今まで他のフィギュアには撮らせたことないようなポーズを撮らせたり、可動フィギュアとして結構楽しめましたね。服の造形なんかもめちゃくちゃ細かいし、ブラスターがちゃんとホルスターに収納できるっていうのがいいね。ブラスターとホルスターってすごい響きが似てる。ほぼ100点ぐらい満足なんだけど、やっぱりちょっと付属品ね、顔のパーツが目線違いじゃなくて表情自体が変わってるやつだったらいいなって思いました。もうちょっと歯を食いしばっていたり、なんか叫んでいたり、アクション映えしそうな力強い顔も欲しかった。そしてネビュラといえば来年ぐらいにお姉さんのガモーラも出てくるんで、ガモーラも届いたら紹介するし、次かわかんないけどまた近いうちできれば年内にこの人も紹介するんで、よろしかったらご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。